今日は日差しが強く残暑を感じる一日となりました。9月に入っても熱中症への警戒は欠かせないようです。安芸太田町では今日 34.8 度を観測。県内のほとんどの地点が真夏日となりました。あれと変わらんでね、暑さは。日差しはちょっと強いですね。ネッククーラーは持ち歩いてますし、娘も念のため保冷剤は持ち歩いてます。今年の夏は記録的な暑さとなりました。先月15日、安芸太田町で観測史上最高となる 39.5 度を記録。広島市中区では8月の平均気温が観測史上1位でした。9月に入っても厳しい暑さが続く中、薬局である取り組みが行われています。広島市内37の薬局で処方箋がなくても涼しい店内で休めるほか、薬剤師から熱中症へのアドバイスを受けることができます。これからもこういうふうに使ってほしいっていうのはありますか？どちらかというと処方箋がないと敷居が高いっていうふうに言われてるんですけど、熱中症予防の知識っていうのも薬剤師の視点からもお話できると思いますので、そういう点でもぜひ来られてほしいと思います。薬局の取り組みは来月23日まで実施されます。県内では今日も2人が熱中症で病院に搬送されるなど、まだまだ油断は禁物です。特に高齢の方はこれからの時期も熱中症に注意が必要です。その理由としてまず1つ目、喉の渇きを感じにくくなるということで、涼しくなるこれからの時期は夏の暑い時期よりも意識的に水分を取ることがなくなってしまう。なのでこの時期だからこそ意識的な水分補給を心がけてほしいということです。そして2つ目は筋肉の減少。筋肉の 76% は水分でできているということです。なので、今の時期涼しくなる、そしてまた次の夏に向けて定期的な運動を心がけてくださいということです。